メンバーどうって決めたの？え、ノリ？いや、うちさ、なんかの切り抜きかな？なんかの切り抜きで勘違いしちゃってて、CR のエーペックスと話が混ざっちゃってるのかわかんないけどさ、なんか V 最強のエーペックス、CR のエーペックスがもう一旦区切りみたいなノリだったから、それで話混ざっちゃったんかな。でもそう思ってさ、うち。区切りなんだったら、虹内で組んだ方がいいのかな、思って。多分ね、うちの中で話が混ざってる。それも、そういう考えで選んだ。勘違い。成瀬さんはね、奈良香ちゃんが結構押してくれて。そう、あとは、虹内言うてもさ、みんなね、D3 とか言ってるからさ。正直、あれなんだよな。結構出たい人とすでにさ、出てる、じゃん。かといって、同じすぎると、あれかなーとか、思って。うん、楽しかったらいいな。楽しくできたら、それだけでいいや。楽しければ勝てるからな。楽しくなりそう。うん。ナルセさんはね、去年の一個前のマリカーの時に、同じグループでそこで絡んだ。でもそれくらいかな。あとないような気がするな。でもナルセさんめっちゃ、いい人のイメージある。気分を盛り上げてくれるというか、穏やかなイメージある。お兄さんみたいなイメージある。ムードメーカー、ああ、そう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 。ね。明るくて優しいイメージある。